いつも部屋の中からだと陰気臭いので、たまには外から解説動画をお送りしたいんですけども、10月1日のニュースでね、公営住宅1000戸で無断増築物っていう、まあそういうニュースがね、これ読売新聞に出てるんですね。会計検査院が、公営住宅1万8000戸のうち1000戸で入居者が違法に部屋などを増築していたことは分かったっていうことなんですよね。結構な割合ですよね。1万8000のうち、まあ1割はいかないけども、まあ、その半分、うん、まあ、パーセントで言えば 5%、6%、そのぐらいやってるっていうことですね。で、やっぱそういうのね、ぶっちゃけね、童話地区の改良住宅だとたまに見かけるんですね。ここのことじゃないですよ。ね、僕は具体的に知ってるのはね、印象深い出来事は、紀の川神殿のことですね。で、なんでね、その増築がダメなのかっていうと、まあ、特にね、問題にされてるのが、まあ、老朽化してね、入居者が出ていくじゃないですか。で、その後、まあ、解体して、更地にするっていうような工事を、やるんだけども、その、違法に増築した、まあ、プレハブとかそういうのも、撤去する費用がかかるわけだけども、それも税金から出ることになると、これは問題だっていうことで、まあ、会計検査院がね、指摘したっていうことなんですよね。まあ、それは税金でね、勝手に、まあ、しかも違法にね、増築した部分を撤去するっていうのは良くないと思うんですよね。で、その、まあ、印象的な話に戻るんだけど、草津の紀の川神殿ね、まあ、まさにね、そういうことが問題になったんですよね。まあ、というか、あそこだと結構そういうことをやってるっていうのが多かったんですけども、まあもう10年ぐらい前のことになるのかな。それがちょっとなんか市議会で話題になってたと。店を作ってるやつがいると。その、普通民家のニコイチになんかこの増築して、そこにね、なんか自動販売機も置いてあったりして、提灯、つけて、お店開いてると。で、夜になったらその、あと昼はランチやってるのかな。それで、いや、これは問題じゃないかっていうことでね、なんか市議会で問題になったんだけども、だけど、なんか市はね、改良住宅は代替住宅なんでっていうことで、なんかね、その、問題にしなかったって言うんですよ。代替住宅、まあ、その、持ち家の代わりだからっていうことで、そういうことをやってもいいと。だけど、最終的に、どうかね、誰が撤去費用を持つのかっていうのがあるんですよね。あとね、僕はちょっとちらっと聞いてるのはね、そもそもね、童話対策で作ったそういう改良住宅って、最終的にはね、払い下げして、その住民のものにするっていうことがね、本来前提だったそうなんですよ。まあ、でも、長浜とか近江八幡とか、津市なんかは、払い下げやってますね。で、まあ、払い下げすればもうそれ問題ないんですよ。もうその住民の土地だから、あとはその、まあ、増築したところとかね、撤去するのも、まあ、それはもう住民のものになったら、市の方は知らんよって言えるんで、まあ、それはそれで問題ないの。だから本来そういうふうにするんだったら、まあ、別に問題ないわけだよ。ただ、草津の方ではちょっと払い下げっていう話は聞いたことないですね。なんかその、また建て直すんじゃないかみたいな話は聞いてるんです。で、そのね、お店僕実は行ったんですよ。うん、たまたま草津に用事があって、その紀の川神殿行って、で、それで、まあその話題の物件があって、で、近くにばあさんがいてね、なんかそこの、たまたま通りがかりにいたばあさんが、そこの、主でですよ、その家の。で、それで、今日は休みだからって、明日開くって言うんですね。で、僕、泊まりがけで用事があったから、次の日ね、行ってみたんですよ。そしたら店開いてて、で、いや、その、ニコイチの横にね、本当にお店が、まあ、ちょっと粗末な感じなんだけども、増築してあって、で、それで、本当にランチが、やってたんです。あ、なんかカメラに雲がついてる。で、それで、僕ね、オムライスを頼んでみたんですね。で、オムライス出てきたんだけど、ね、すごい長い太い髪の毛が入ってた、オムライスの中に。まあ、僕はもうなんか、もうね、そもそもね、この店の存在からしていろいろ問題ありだから、まあそこで、もうあれこれ言ってもしょうがないと思って、もう引っこ抜いて食べたんだけど、オムライス。
あんまし美味しくなかったですよ。あって知って。味もそんな美味しくなかった。多分ね、あれじゃないかな。保健所の許可も取ってないんじゃないですかね。で、そのニコイチ増築、勝手にね、違法増築したそのお食事どころ、その後どうなったかっていうと、多分ね、潰れたみたいですね。今なんかもう、なんかね、潰れたっていうか、もう閉店してるみたいな感じです、多分。いや、でもひょっとするとやってるかもしれないですけども。ということで、まあそうやってね、もちろん違法増築であって、なおかつその、出てくる、オムライスに、長い髪の毛が入ってる。まあそういう風で、まあいろいろもう、一つアウトだとね、どんどんアウトを重ねちゃうんだなって、まあそういうお話でした。